どうもライパチです。先日お伺いした水野淀屋橋店にてスイングスピード決定戦たるものをやっておりました。優勝者にはビヨンドマックスギガキングをプレゼントするそうです。早速挑戦してみました。はい、本番。160出てるよ。早くないですか。俺はそうだよ、この体格だけどね。今日も行く。はい、163。おら、あら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 、これですよ。本当にもうだんだん上がってきた。164。ほらだんだん上がってきてるから、これやばい。あ、145、一気下がった。そう、平均が一気下がって、今までラスト、ラスト上げよう、平均を。152、50ちょいかな、55くらいか。さあ、おお、まあまあ減った。157.3キロ。まあまあじゃん。早いかも。うん、まあまあだと思う。多分結構汗かいてる。ごめん、ちょっと本気になった。おお、137。早いな。あ、でも上がってきてるよ。146。お、お、157。お前すごいじゃん。あ、そうね。はい。お、154。先生。お、これ本番で。本番でいい？平均が151.9か。151.9。でも最後早かったな。最後164出てたよ、あなた。あの、体幹ちょっと力入れました、さっきの。あ、そう。それでグッときた。あって、しかも声出して。あ、あって。あ、掴んだかも。それ掴んでない。はい、というわけでスイングスピードを測った後、実打撃をしたいと思った我々は近くに面白そうなバス線を見つけたので行ってきました。大阪市西淀川区ということでやってまいりましたが、どこなんでしょうか。ものすごい住宅地だよね。スーパー住宅地。なんと165キロのバッティングセンターがあるとおいうことだから、視聴者さんから、はい、これコメントいただいてて、はい、キティちゃんが、あのサンリオのね、キティちゃんが165キロホールという情報をいただいて、マジ我々ハセ参じております。はい、というわけなんですが、実は全国にはキティちゃんが投げるバス線がいくつかあり、一つ YouTube に転がっていた映像を見つけました。それがこちら、茨城県のひたちなか市にあるバス線、こちら。しかし140キロなんですね。この可愛らしいフォームから速球投げ込んでますが、今から行くバス線にはこれ以上の球を投げるキティちゃんがいるとのこと。どんなキティちゃんなのか。あのキティちゃんがだよ。キティちゃんそんな投げないから絶対。いやいや、投げるんだよお前。キティちゃんだって投げちゃダメでしょ。だってキティちゃんはぜひとも、はい、キティちゃんを打ち砕いていこうと、我々としては少女たちの夢を打ち砕くわけですか。ちょっと見てみたいね。パチ、はい、ここっぽいね。パグバッティングセンター。これこじんまり民家みたいだよ。自宅なのかね。さあ、キティちゃんはどこに。まだだ、まだまだ。そんなもんだろう。165でいいのね。ええ、まっすぐだけでしょ、言っても。いくよ。はい、まっすぐ縛り、いきます。確かにめちゃくちゃ速い165キロ、しかも膝元に決めてきましたが、これ普通のピッチャーが投げております。一体どういうことか地元のお客さんに聞いてみました。はい、キティちゃんの165キロを投げるキティちゃんの、あ、マシンですか、はい、あのね、前はあったんですけどね、今ちょっと多分なくなったって感じです。そうなんですか。あれどれぐらい前、僕来てたのは5年とかもですね。あ、へえ、だいぶ前だ。キティちゃん普通に投げてたんですか。そうですね、もう普通にキティちゃんのホームですごい球が来てる。絶対面白いのにな。
残念かこれは普通に打とっか、キティちゃんはもういませんでした。というわけで165キロ普通に打ちます。しかもコースコースはえーの、やっぱ速い。おお、結構痛いよね。もう硬くないかこれ。硬い硬い。どうでした？まあね、この160で投げる、うん、キティちゃんを、うん、キティちゃんの復活を願いますよ、ここから見てみたい夢。確かにレディーガガ怒るやつ12月プレゼント企画やります。すげえかっこいい、こちらの人がこれですね、プレゼントしますイエーイ、うん、これは欲しいやろ。もうほんとピッチャーやすい、すごいなんかピッチャー用のザーピッチャーや、やっぱ形もすげえ美しい。左の振っていいですか？お得意のやりますか？はい、ね、最近あの特産 TV をご覧になった方は、はい、ライパチが左に挑戦してることを知らない方もいらっしゃると思うんですけど、一時ね、そう、左に挑戦してね、大瞑想時代、そう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 、で左に挑戦した理由がね、はい、あの俺よりもスイングスピードが速かったっていうことだったんだよな。はい、マックスやな。41トコさんもそんなもんですわ。経験ありますか？ないやろ。おお、はい、おお48p だからちょっと左でスイングスピードやると。はい、どうぞ。いきます。どん変わらないっていう。137、はい、あれ、138、左のスイングはもうダメなのか。よし、146、はい、いや、あ、やっぱりもう今142、ラスト、もうなんで決まって最後早いの？最後そういうもんなのか。いや、気合の違いか。しかし結果5回振って平均が 146.1 と、はい、しかしここぞのスイングはやはり左の方が早かった。そうだね迷うな、右ですよ、迷うなよ。